離れました。スタートしました。ポント10番クリノ・ブジュアル、好スタートを切りました。ジョッキー促していきますが、内からは4番のクリアショット、これが出るか。2頭の間、6番のボンディングタイム、まず3頭、その後差がなく1番谷のシェフハンド、5番のグラファイト控えました。13番タイムモーメント続きます。2馬身がいて8番イグナーツ中段、14番スウェア、内は2番のディナミーデンです。その後ろになった15番デルマラピスラズリ候補集団、そのうちからは3番のハーシェルで1コーナー回って9番のレッドレディンはおしまいから3投目です。2コーナーカーブを回って4番クリアショットが行きました。2馬身のリード、2番手6番のボンディングタイム、わずかに上がってインコース1番谷のシェックハンドが3番手から2番手、外は10番クリノブジュアルで向こう上面です。その後ろに5番のグラファイト、今日は先段の後ろで13番タイムモーメント、外からスーッと11番ストロマンテ、連れて9番レッドレビンが動いていきました。これら先段に一気に取り付いていきました。その後ろからは14番スウェアが行って、インコースは2番のディナミーデン、これら中段、その後2馬身差、8番のイグナーツ中段、後ろになって3番のハーシェル外並んでかわしていきました。後方からは7番のウィシュワールド3コーナー、15番のデルマラピスラズリアまだ後方集団です。8番のイグナーツちょっと下がりました。最後方を置かれて12番のクリノターハイ、3、4コーナー中間地点です。先頭は変わらず4番クリアショット、そして2番手に動いて9番レッドレビン、第4コーナーから直線に入りました。その後は2、3馬身がいて11番ストロマンテは3番手、外からは13番タイムモーメントがかわして3番手に上がって14番のスウェア、さらには3番のハーシェルが追い込んでくる。200を切りました。今度は9番レッドレビンが先頭か、食い下がる4番クリアショット、クリアショットまた盛り返す、2頭の競り合い、あとは離れて13番タイムモーメント3番手、9番レッドレビン出ました、レッドレビンゴール、2着4番のクリアショット、その後離れて13番タイムモーメント3着、